準備はできているか。あ、行こうか。次のニュースです。ルナ・フレーナ様が停戦協定についてのご自身の声明を発表されました。この度は停戦協定の締結が決まり、大変嬉しく思っています。そして皆さんご存知の通り、私は婚約のお話をいただきました。今後カンナギの務めをどう果たしていくのか心配する声が多くあると聞いていますが、結婚を境にカンナギの使命が変わることはありません。これまでと同じように私は皆さんの住む地を訪れ祈りを捧げていきます。ルナ・フレーナ様は結婚式のため近くテネブライを出発されるとのことで、式を終えられるまでの間カンナギの公式な訪問は一時的に中止されます。え、協定で？ああ、そこで決まったんだ。平和の象徴ってやつだな。半分政略的な結婚じゃん。だがルナ・フレーナ様も望まれてのことらしい。新郎も文句はねえんだろ。あ、何それ、テレ。はあ、海、海見えた。あ、マジだ。ガーディナ渡船場だな。泳ぎたくなるな。後ろなんかすげえ変な、え、山？あれは島だ。山とか島とかはいいから、リゾート地だよ。柔らかいベッドとマッサージ、あと料理だな。あそこは魚がうまいらしい。楽しみだな。夜だとすげえ綺麗だな。オルティシエだともっと美しいそうだ。体がベタベタで気持ち悪い。お、いい感じに撮れたな。レガリアもちゃんと入れたよ。いい朝だな。あ、おはよう。おはよう。
金。残念なお知らせです。はあ？船乗りに来たんでしょ。そうだけど。うん、出てないってさ。なんだあんた。待つの嫌なんだよね。帰ろうかって思って。停戦の影響かな。停戦記念にコインでも出たのか。え、マジで。出ねえよそれ。お小遣い。は？おい、あんた何なんだ。見ての通りの一般人。ねえわ。船が出てないって本当かな。そんなはずはないと思うが。ま、行って確認してみようぜ。本当に綺麗ね。ああ、ずっと見ていたいな。いい匂い。あ、ようこそお越しくださいました。獲れたてのお魚はいかがですか。どちらを召し上がりますか。倒してくれればありがたいけど。こいつ強いらしいわよ。怪我だけしないようにね。この絶景って昔やった RPG に出てくる風景とそっくりじゃん。いらっしゃい。海釣りでもしていくかい。またよろしくな。ロッドを魚に向けるんだ。お、やったな、ドクト。
そのライン替え時じゃねえか。エグルス！
まあな。よっ。よっ。はっ。ノクト、一郎敵と戦うときは暗殺だろ。いや、よっ。腹減ったな。苦戦したからな。無事に着いたな。ああ。ガーディナにようこそ。船、明日にもちゃんと出るのかしら。いい匂い。本日は何を召し上がりますか？お帰りなさい。はどちらをご用意いたしますか？すぐにお作りいたしますね。お、来た来た。ご注文をお伺いします。またいらしてくださいね。オルティシエだよな。ルナフレーナ様のご結婚式。ああ、このまま船乗って見に行っちゃいたいですね。ああ、船いないよ。なんで？今日は船が出てないんですって。向こうの港で止められてるんだと。もう一泊するしかないな。オルティシエを出られないんだって。その筋の情報によると急に帰省されたんだそうで。で、君らノクティス王子ご一行だろ。こんちは、俺ディーノ。あ、俺新聞記者だからいろいろ知ってんの。高級車でハンター始めたのも知ってるし、お忍びだろ。記事にされたくないよな。な、ちょっと俺の話聞かない？じゃ聞いてやる。なあ、ノリいいじゃん。じゃ静かして。場所の印つけといたんで、原石取ってきて。これ、宝石の原石。代わりに船乗れるよう話しつけてやるよ。ダメなら王子の情報売っちゃう感じで。ご苦労様。参ったな。完全に王子って知ってたね。ま、しっかり隠してもいなかったろ。新聞記者と言っていたな。乗船できるかはともかく敵対はしたくない。
準備はできているか。あ、よし、行くか。しかし王子の威厳もなんもねえな。軽くお使い頼まれちゃったもんね。王都の外と離れればこうなんだろうな。まあんなノリの方が楽だ。原石があるってのはこの辺りか。多分な。探してみるか。気分転換にはなるな。あれに近づくわけ？起こすんじゃねえぞ。今ここまでかって思ったよ。さすがにあれと戦うのはやべえか。無理だと思った方がいい。あ、鉱石見っけ。
今日の天気は？快晴だ。気温も上がりそうだな。ノクト、薬類の買い足しは忘れずにな。あいよ。ガーディナにようこそ。本当に綺麗ね。ああ、ずっと見てきた。おお、俺新聞記者兼アクセサリー屋で、これでまたいいの作れちゃうじゃん。感じ悪かったでしょ。これ結構希少品でごめん。王子を脅してでも俺は欲しかった。難癖つけたお詫びに情報、君らがもらった金貨、あれカンナギ就任記念硬貨、あの男他にもばらまいててさ、帝国関係者かもね。でこれ宣伝、はい、俺の作品ごひいきにどうぞ。本当に就任記念硬貨なら一般には配られていないはずだ。お小遣いって言ってたけど、宿代にでも使っちまえってな雰囲気だったけどな。さあさあ、乗船手続きちゃんとやってるよ。原石がもうほんと嬉しかったからさ。で、問題なく許可取れそうなんで、準備できたら俺んとこ来て。まさか本気で手続きしているとは思わなかった。どう言って船を動かしてんだが、職業柄ってことなんだろうが。でもアクセサリー屋でもあるんだよね。出発準備できたって？マジ早いな。船が来るの明日だよ。ちょっとホテルに泊まってて。休むか。賛成。決まってんじゃねえか。別に普通だが。タイミングバッチリだぜ。あい
ずスタイリッシュだな。別に普通だが。おはよう。イグニスは？すぐ戻ってくるだろう。なんだよ。どの新聞も同じだ。何が？オートが陥落した。はあ？何言ってんだよ。落ち着いて聞いてくれノクト。落ち着いてんだろ俺は。インソムニアがニフルハイム帝国軍の襲撃を受けたらしい。昨日の夜調印式の席で騒ぎがあった。帝国軍はオート城周辺を爆撃。国王陛下が死亡。おい待てよ。知らされていなかった。何がだよ一体。調印式は昨日だった。そしてオートは…バカ言うな。俺たちはオルティシエに向かってたさ。だが襲撃されたと報じられている。今朝の国内全ての新聞にだ。冗談だといいのに。他に情報は自分たちで見てくるしかねってことが。ならインソムニアに戻ろう。危険がないとは限らない。ここにいたって同じだろ。どうだ。ああ。全力でお助けします。え、カンナギには王を支える使命があるのです。そっか、やってみる。僕が必ずやっつける。オクティス様。かつてレネスは成績に選ばれたノクティスの運命を憂いていた。その顔はテネブライに来て変化した。カンナギとしてではない。大きな力あなたにはある。あの日は王としてではなく父親として息子を送り出したかったそうだ。ねえ、昔話興味ある？巨神がさ、隕石の下で王様を呼んだ。ルシスで起きた悲劇、停戦協定を結ぶ。多くの人々が命を失った。あの日の悲劇のように。お城とその近くがすごくやられちゃって。大丈夫だったとこも多いと思うんだけど。すまなかった。陛下を守ることができず。あいつは城で戦争したのさ。迎え撃ってやるつもりでな。ルーナは無事なのか？じゃああんたは何やってんだよ。なんで帝国軍でルーナまで狙ってる。敵の将軍に何を聞いている。Thank you.
これ以上はお前が命を落とすぞ。分かってます。ノクト、王とは絶対に立ち止まってはならないものだ。どんな犠牲が出ようとも前に進み続けなければならない。言ってくれ。